第三代、グレー伯爵ヘンリー・ジョージ・グレーは、イギリスの政治家、貴族。英国首相の第二代、グレー伯爵チャールズ・グレーの長男。父が社位を継承した1807年から自身が社位を継承する1845年までは、ッ育施爵の儀礼称号を称した。1826年に、庶民院議員として、ック党の政治家となり、ック党政権下で、 陸軍、植民地省政務次官、陸軍卿、陸軍、植民地大臣を歴任した。1802年12月28日、後に、第2代、グレー伯爵位を継承し、首相を務めることになる庶民委員議員チャールズ・グレーと、その妻、メアリー・エリザベス、初代ポンソンビー男爵、ウィリアム・ポンソンビーの娘の間の長男として生まれた。 1826年にウィンチルシー選挙区から選出されて、保育党の庶民委員議員に選出された。その後も選挙区を変えながら1845年の就職まで庶民委員議員に在職し続けた。1830年に父が首相となり、保育党政権が誕生すると、陸軍植民地省政務次官に就任した。彼は、 エドワード・ギボン・ウェイク・フィールドの見解を支持する熱心な植民地改革派だった。そのため、植民地の奴隷解放が即時ではなく、段階的に行われることに不満を抱いて1834年に辞職した。1835年に第2代メルバーン主爵ウィリアム・ラムが第二次内閣を組閣した際に、陸軍卿に就任し、インドに駐留する兵士の不正行為抑制に努めた。 1839年の内閣改造の際に同僚たちの革新的な見解に反対して辞職した。1845年7月17日に父が死去し、第三代グレー伯爵院を継承し、貴族院議員に転じた。1846年にホイック党政権ジョン・ラッセル協内閣が発足すると、陸軍、植民地大臣に就任した。彼は、 植民地行政はイギリス本国のためではなく現地民の利益のために行われるべきであることを最初に公言した大臣だった。可能な限り植民地に自治を認めることを推進し、イギリスとアイルランドの間に自由貿易を紹介した最初の人物だった。植民地が 本国から輸入関税をかける特許は彼によるものではない。彼はそれに反対していたが却下された。西インド諸島では抑圧的だった。正論でも反乱の鎮圧に当たった。ニュージーランドでは彼は自分自身が認めた憲法を中断し、ニュージーランド総督ジョージ・グレーに制定を委ねた。彼の陸軍植民地大臣在職中にカナダや ニュージーランドや南アフリカにクレイ伯爵にちなむホイックという地名ができた。1852年に内閣の総辞職により辞職。1853年にホイック島が参加する第4代アバディーン伯爵、ジョージ・ハミルトン・ゴードン内閣が発足したが、彼の入閣はなかった。クリミア戦争時には陸軍卿として名前が挙がったものの拒否した。移行ま ほぼ公務から離れ、地元の法育で生活するようになった。1894年10月9日に91歳で死去。子供がなかったため、爵位は老いにあたるアルバート・グレイが継承した。1845年7月17日の父、チャールズ・グレイの死去により、以下の爵位、順段爵位を継承した。1832年8月9日に、第三代順段爵 ジョゼフ・コプリーの娘マリア・コプリーと結婚したが、子供はできなかった。ありがとうございます。